午前2時を回りました。皆さんこんばんは、 J です。こんばんは、中村貴子です。米編モザイクナイトフライデー J デーションロックライン、今夜もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて4月に出て帰りましたね。はい、はい、そうですね、早いですね、うん、早いですね、うん、いろんなものがスタートしました。そうですね、新年度の始まりということでね、うん、なんか気分も新たに、なんかこういろんなことをスタートできる気分になりますよね。ねえ、引っ越しされた方もいらっしゃるかもしれないし、新社会人になれた方もいらっしゃるかもしれないです ね。さてそんな4月の J デディション、3月22日にリリースした20周年記念ベストアルバム WUMF とこの J デディションの10周年ダブルアニバーサリーということで、タワーレコード渋谷店地下1階にありますカットアップスタジオで公開録を行ってまいりました。実は今その公録が終わったばっかり。そうなんですよ、握手会も終わったばっかり。そうなんですよ、の楽屋で収録してるんです、もうライブハウスのような楽屋で今マイクを立てて話してますけどもね壁中サインだらけなんですけど、もう結構異様なムードですけどもでもいいですね、スタジオを飛び出してこういう風にライブができるっていうのは公録いいです ね。もうかなりレアな話が聞けたんじゃないかと思います、ね、9年ぶりですからね、はい、いろんなこと、あんなことやこんなこといっぱいありましたね楽しみにしていただきたいと思います、はい、今日はその模様をたっぷりこの後楽しんでいただければと思います。番組は随時 J さんに対する熱々にメッセージをお待ちしております。 J さん、アドレスお願いします。はい、メールアドレスはモザイクアットベイヘム .co.jp、 アルファベット小文字で MOZAIKU です。携帯サイトから送っていただく場合はベイヘムのトップページからモザイクナイトにアクセスしてください。皆さんからのメッセージリクエストガンガンお待ちしております。ガンガンお待ちしております。それでは J さん、オープニングナンバー紹介してください。はい、じゃあそのベストアルバム WUMF からこの曲を聴いてください。フィリアブレイズ、改めまして J さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。みんなようこそですね、どうですかこの雰囲気。すごい、なんかもうライブハウスみたいなねもうライブ以上の大声援と大歓声、ね、すごいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあゆっくり喋ってです ね、座ってトーク行きたいと思いますので。もうなんかみんな緊張してるじゃないの。ジェイさんは緊張してないのかな。いやいや、僕も緊張してるんですよじゃあここからはですね、はい、ラジオの公開録音ということで、はい、ゆっくりのんびりしていきたいと思うんですが、はい、ただ笑い声は大きくしていただけると嬉しいななんて思います。さてここタワーレコード渋谷店地下1階のカットアップスタジオからお届けするんですけど、この番組始まって実は2回目なんですよね、このタワーレコの。そうなんですよね、以前も一度、ここからイベントやらせてもらいましたね。はい、当時はちょっと名前が違ったんですけど、前回は2008年の5月、9年ぶり。もうそんな経ちます。その時にも来たっていう方で、あ、いらっしゃるんだ、すごいですね。嬉しいね。その時にはミュージックライターの増田雄一さんをお迎えしまして。増田さんね、はい、はい、ものすごいたくさんいろんなことを喋っていただいて、ね、はい、でそのライブ会場でもよく隣近所な感じで増田さんね見させていただいてるんです。ものすごい乗ってくれますよね。はい、乗ってくれます、見つけやすいです ね、あと客席にいても、ということで今回は9年ぶりの公開録音をお送りしたいと思うんですけれども、ファンの皆さんが選んだ J さんの 20th Anniversary ベストアルバム、リリースされたこのリリースイベントも一緒にということなんですけれども、ということで今回はそのリクエストの曲がたくさん入ってるんですけれども、ボーカルレコーディングをされた曲が6曲、そして全くの新曲も入ってるということなんですけれども、こういうふうにレコーディングされたりもう一回やったのはどういう意味があった？ベストアルバムってその要は過去のものを集めたアルバムになるわけじゃないですか、はい、結構この作り終えた後になんか自分からちょっと距離がある作品になりかねないんですよね、まあ自分がその曲を選んだとしても、はい、そういうのじゃなくて、まあ、その20年間まだ自分自身この渦中にいる人間として、こう今の自分にものすごい近いベストアルバムっていうのを作りたいんだよなって思ってたんですよ、でだから絶対そのベストを出す時に新曲は入れたいよねと、もっと言えば
歌い直したりする曲があってもいいよね、うん、みたいなところで始まったんですけど、はい、前回の放送の時に実は一部分は前の声を使ってたりとか、発売したらみんな分かった場所あった、分かったのかな、ね、鋭いなみんな、だって本当にあの一番全部とかそういう感じじゃないんですよね。いや本当に自分で昔のこのトラックを聴いて歌だけを聴くわけですよ、はい、で全部のそのドラムギターベース消して、はい、でこう聴くでしょ、そのブレスまで聞こえるわけですよ、はい、でブレスがかっこいいってあるんですよね。自分で言ってるなんかこうあれですけど、いやもう私たちは本当にその通りです。いやいや違う違う、その通りです。僕が言ってるのはそのブレスが入るタイミングとか、はい、なんでここに入れたのとか、はい、いうのが呼吸のタイミングってことですね。そうそう、呼吸のタイミングですね、はい、いやこれは偶然ここに入ったのか、狙ってないなこいつみたいな、そういうのあるんですよ。もし狙ってブレスここに入れようと思ったらまたそれ違っちゃうんですよね。そう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 、いやでもここにブレス入ってるから ここまでこう聞き迫る歌になってるでしょとか、はい、いうのは絶対消したくないじゃないですか、はい、だから口の開け方こういう感じかな。昔のおじさん真似てみる、そうそう、マイクはこんぐらい離れてるみたいな。で何回も歌ってその全然違うテイクだとやっぱつながんないんですよね、はい、全然違う人が歌ってる風になっちゃうんですよ、同じ、はい、同じ人間でもね、はい、だからそのわざと声も喉をこんぐらい締めるのかなとかやって、こうわざと似せてつなげてみたいな、うん、それはやっぱり何回もおっしゃってる、決して消しゴムで消してきたわけではなくて、うん、そのベストアルバムっていうのが今現在ね、過去現在未来につながってるそうなんですよね。じゃあここではですね、はい、アルバムの中にゆうちゃん入っている新曲、はい、この曲を聴いていただきたいと思います。いいですね皆さん、生で曲振りっていうやつしてますよ、ね、邪魔すんなよ。ラジオで曲振りって言うんですよこれを。じゃあここで曲お届けしましょう。ジェイさん曲紹介お願いします、はい、3月22日に発売になりました、俺のソロ20周年を記念するベストアルバム WMF の中に新曲が1曲入ってます。その曲を聴いてください。 J で One Reason、 聴いてもらいましたのは J で One Reason でした。さあ今日は3月25日タワーレコード渋谷店地下1階カットアップスタジオで行われました公開録音の模様をお届けしているベイ FM モザイクナイトフライデーデイゼーションロックラインインタワーレコード。この後ミッドナイトパワープレイ、お知らせ挟んでもまだまだ盛りだくさんですよね。 J さんまだまだいきますよ。楽しみですね。引き続き J さん皆さんよろしくお願いします。ベイ FM モザイクナイトフライデータワーレコード渋谷店地下1階カットアップスタジオからお届けしているベイゼンモザイクナイト J ゼーションロックラインインタワーレコード。この時間は J さんにも会場の方にも内緒でちょっと実はアンケートを取ってきましたので、声ではないんですけれどもメッセージでいただいたので、はい、それを紹介したいと思います。あ、バンドのメンバーに。そうなんです、 J さんのバンドのメンバーに、じゃあまずはこの方です、どうぞ。は名前にどうして笑い声が出る、これラジオを聞いてる皆さん誰の写真が出たのって思いますけど、あの CBGB 藤田隆さんに代わって J バンド仕切っていますね。天下を取るとライブの時におっしゃってましたけれども、はい、マササクさんですね。マサですね、はい、うん、この写真かっこいいですね。今ここの映像が出てるんですけれども、ね、じゃあマサさんに聞いていたのは J さんのすごいところを教えてください。じゃん、常にかっこいいサウンドだったりカルチャーにアンテナを張っているところ。あみんなもおおお、どうですかマサさんからこのメッセージ。嬉しいですね、うん、でもねあんまりね意識してないんですよ。ただでもなんかこう自分が好きだなとか興味があるなっていうものに対してこうガンガン言ってるだけで、そうですね、だから音楽っていうそのいわゆるそのロックっていうものがやっぱり時代の中でやっぱ一番まだ先端なんですよね多分。そこからいろんなものが生まれてきてるし、そこから例えばファッションもそうかもしれないし映画もそうかもしれないし、うん、まあね、そういうスピードのあるものだからそれにはずっと触れてはいたいなと思うんですよね。
先にじゃあファッションとかカルチャーがあるというよりも、うん、音楽をやっているからいろんなものに興味もあっ て、そう絶対だってさあのなんかあのみんな絶対ロックだとか言い始めるじゃないですか。はいはい。ね、もうちょっと詳しくね。ロックだっていう。そのファッションとかでもさ、はいはいはい、なんかロックなんですみたいな。はい、ロックっぽいファッション決めたらもうそれでいいでしょう、ね。そうそうそう。ぽ、はい、はい、って何みたいなさ、みんなはそう思うと思いますよ。ロック風とかね。いや実体験として多分そういう風に感じてないから、うん、なんかなんとなくそのこうぼやっとした中で、うん、その。来てるんだろうなって思うたりもするんだけど、うん、この音楽から入っていってるから、はい、うん、ちょっとそれは違うよなとか思うこともあるし、うん、ね、そのなんかこう、あ、そう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 、そのエッジはそんな感じがするとかさ、うん、なんかそういうのも感じたりとか、映画もそうですよね、うん、なんかその音楽的な背景があるような映画とかもそうだし、はい、うん、だからそこがその音楽だけじゃなくて、皆さんが J さんについてきているその生き様っていうのにブレがないっていうのは、音楽だけじゃなくて何の話をしてもそこの中心の軸があるからですよね、J さんっていうアーティストの。そうなんですかね。でも俺なんかブレないですねって言われるのが、うん、果たしていいんだろうかって最近思い始めて、なんかこうブレないでいる、ブレブレで行ってみようかなと思ってもう来月だったら、いやもうベストはね消しゴムだったんですよぐらいその程度のブレじゃないですよ、もうその程度じゃ収まらないですね僕のブレは。もうね想像できない、もうだってルナシーで出会った時からこのまんまの J さんでいらっしゃったんで、もうねブレられないよ、ね、てかブレないようにしようと思ってらっしゃるわけじゃなくて、そうなんですよ、だからあの子供の時からそうなってたんだと、ね、いや本当にね、あの好きなものとか、うん、興味があることが、うん、もうずっと一緒だっていうことなのかなと思うんですけど、それほどかっこいいことは本当にないんですけど、ということでマサさんからのメッセージをご紹介しました。続いて J バンドの方はこの方です。じゃん、おーっていう感じですかということで溝口和典さんですね、ごっちんさんですけれども、ね、はい、J さんと一緒にやるようになって、うん、ライブやレコーディングなどカルチャーショックを受けたことはありますかとお聞きしたら、はい、こんな風に答えてくれました。リズム、グルーヴの解釈、おすごいシンプルに本当にね2行だけ書かれたんですけれども、あよくそうですね、あの、うん、ごっちんがバンドに入った時に、はい、まあ、うちの、まあ、俺がやろうとしてる曲のそのリズムの捉え方とか、はい、そのグルーヴ感みたいなものをやっぱりこう合わせるためにいろいろ話したりとか、はい、まあ、リハーサルとかでも話したりとかして、うん、あんまりねこう先輩ずらするのもすごい好きじゃなくて、はい、なんかやっぱ体で感じても欲しいから、うんうん、なんかこうリハーサルしている中でこう感じて欲しいんだけど、うん、ね、実はリズムって本当に俺の持論なんですけどね、はい、こうどんだけかっこいいフレーズを弾いたとしても、うん、リズムがかっこ悪かったら、うん、多分かっこよく聞こえないんですよ、はいはい、でもむちゃくちゃなフレーズ弾いても、はい、リズムがかっこよかったら多分かっこよく聞こえるんですよ、うん、それぐらいリズムって、ね、重要なそのポイントを占めてると思うんですよね、はい、実際リズムってどこにその音符を置くかっていう話なんですよね、はい、どこに置くか、はい、で僕らそのいわゆるその四分音符とか八分音符とか分かるでしょ、一小節の中に 何回あるかって、はい、でもそれ均等がいいって話じゃないんですよね、うん、はい、実際、はい、均等にしか書かれてはないけど、うん、その人によってちょっと真ん中の音が寄ってたりずれてたりする時、うん、ちょっと前に行く人後ろに行く人って言いますよね、そうなんですよ、それがその人の持ってるリズム感だと思うんですよ、うん、でもそれが一定にずれてる人たちとか一定にかっこいいビートを持ってる人たちってこの世の中にすごいいて、大体、うん、多くのミュージシャンがやっぱり独自のリズム感をグルーヴ感を持ってるんですよね、うんうん、でそういうことをすごい話したりして、だからごっちん待ってくれと、うん、そこはそこに置かないで、なるほど、今聞こえたスネアの後ろに置いて、ほんのもうほんのちょっとのことなんですよね、うん、それドラムを先に行かして、ドラムを先に行かしてとか、はい、うん、ドラムより前に行ってとか、
それもタタンという差も私たちには分からない。そのタタンとか言っちゃわないんです。言ってないその瞬間のちょっとの感覚。そうなんですよね。があるんですよね。じゃあそこをやっぱり尊敬されているということで、だからこそのあのライブですよね。もう J さんのライブはね、 J バンドのライブはもう一回行ったらたまらないものがあるんですけど、それが確かにリズムのことがあると思いますけど、じゃあ続いて J バンド残るはこの方ですね、ドン、はい、はい、おお、もう勇ましいですね。マスオさんこと有松義雄さんですけれども、J さんと接して J バンドに加わって得られたものはありますか、それは具体的にはどんなことでしょうか、ということで答えていただきました。ドン、人前でシャドウ今までめっちゃ音楽的なことでしたんですけど人前で喋る、もうね本当にたった一、人前で喋るだけ、この5文字がここに書いてあって可愛らしい感じが出てるんですけど、ライブでね、はい、こうアンコールの時にメンバー紹介の時に、うん、はい、ちょっとマサオ君一言話して、そうそうそう、おっしゃいますよねそういうのがちょっとやっぱりドキドキしてるのかもしれないですね。どうだ、今までは喋って出しちゃなかったんですね。ドラマでね、こうやっぱり影のこうビートを支えるねことずっとやられてきてるんで、ステージのあの場所に立つことってのはあんまりないのかなかったのかもしれないですね。あの普段はどうなんですか、もうそのよく喋られるんですか。いやもうでもね、普段は本当に気さくに、うん、お話はされる。そうですね、おしゃべりな方ではない。まあ普通に男同士の会話というか男の子っていうのが、まあ、男の人でもおしゃべりな人いますけどね、普通な感じ、普通な感じ、なんか笑ってますけどねまあ誰のことなんだ、見当がついてる人がいますなんかね、人前でしゃべるね。じゃあこれでも得られたものってことは嫌がってはいらっしゃらないっていうことなのかなと思います。新しい扉が開いたかもしれない、開いたっていうことかもしれないですね、ということで J バンドの皆さんの熱い熱いアンケート結果をご紹介いたしました、はい、さてここで番組恒例のアドレスに行きたいと思うんですけれども、ちょっとここで提案で、あのいつも2人でユニゾンって言ってユニゾってるっていう風に言うんですけれども、せっかく皆さんと一緒なので練習をして、皆様の私があのみんなで言うとこあるじゃない、あそこを声を揃えてなんとかやってうまいテイクをオンエアで載せられないものかと。すごい、わかりますよこれ、うん、これ多分ラジオ聞いたことなくて今日来られてる方もいますよね、はい、じゃあ一回普通の2人であのメールアドレスはっていうところを行きたいと思います、はい、ますじゃあ J さんの方からアドレスお願いします。はい、メールアドレスいきます。メールアドレスはモザイクアットベイヘム .co.jp、 アルファベット小文字で MOZAIKU です。携帯サイトからって書いてないですよ、もう。はい、そうなんですよっていう感じで、はい、実は目も合わせてないっていうあのぴったり合ってるように思えるんですけど、もう10年やってるので息を吸う感覚を見なくても分かるので、あれをゲストの方がいつも感動したって言っていただいてるのはあ、でもだからこれからみんな負けないでね、練習しましょうということで、メールじゃあ前さんにも何回も言わせてしまいますけど、はい、じゃあ行きますな。この例えばアルファベット小文字でって言って J さんが言った時に MOZAIKU の速さぐらいです。 MOZAIKU ついてこれんのかな、これいけるかーっていきましょうね、はい、じゃあ J さんからちょっと一回練習でやってみましょうか、ね、いきますよ。メールアドレスは、はい、モザイクアットベイフェム .co.jp、 アルファベット小文字で MOZAIKU です。すごい、でもよかったね、めちゃめちゃすごい。じゃあこれも流そう、ね、あんまりうまくいくと思う、次だとうまくいく可能性はないですからねよく書いたりしてね噛んじゃったりしてみんなね、うん、なんか焦っちゃったりして、じゃあ本番の方を行きたいと思います。はい。でそのまま曲紹介までっていうバージョンをまるでラジオのように行きたいと思います、はいはい、今日タワーレコード渋谷店地下1階カップアップスタジオから公開録音でお送りしています J セーションロックライン、私がちょっと今神気味でしたね。この番組では皆さんからの熱々メッセージをまだまだお待ちしています。では J さんアドレスをお願いいたします。はい、メールガンガン送ってきてください。はい、
メールアドレスはモザイク@bayhem.co.jp、 アルファベット小文字で MOZAIKU です。携帯サイトからもメッセージリクエストが送れますので、皆さんからのメッセージリクエストガンガンお待ちしております。ガンガンお待ちしております。皆さん最高、待ちやった。じゃあ全員でアドレスを紹介したところで、ここで J さん曲紹介お願いいたします。はい、では僕のベストアルバム WUMF からもう一曲聴いてください。 J で Evoke the World。 はい、聴いてもらいましたのは J で Evoke the World でした。ベイヘンモザイクナイト J デーションロックラインインタワーレコード、俺 J と中村孝子がお送りしております。渋谷店の地下1階カットアップスタジオからお届けしてるんですけれども、はい、皆さんにいっぱいアンケートを書いていただいたので、うん、いつもならメールをいただいて紹介してるんですけれども、はい、今日はここにいらっしゃる皆さんの質問に答えていただこうと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。時間まで行きたいと思いますが、神奈川県にお住まいのラジオネーム、お書いてない、もったいないよ、せっかくジェイさんの前でね名前呼んでもらえるのにね。ジェイさんのファン歴は3年ぐらい、はい、もちろんそういう方もいらっしゃいますよね。この20年の中で、うん、ジェイさんに聞いてみたいことは何でしょうかというふうに聞いたところ、スイッチ、気持ちの切り替え方はどうやっていますかという。ああ、そのライブとか、うん、いろいろあると思うんですけど、オンとかオフとか、はい、よく言われるんですけどね、うん、ずっとオンに見えるのであ、この人差し指のかっこいいところラジオの皆さんに見てほしい。はい、オフらないです。出ました、 J さんの名言、ボットに乗せたい名言。いや、あのかっこつけてるわけじゃなくて、なんかね、一時期そういう風になんかこう自分もよく聞くじゃないですか、はい、なんかこうオフの時はとか、リラックス方法はとか、ね、そうそうするべきなんだろうなと思ってたんですけど、はい、オフにしたからって別にリラックスできるとは限らないんですよ。おー、深い。どこ行ったって曲のことはついてくるし、はい、どこ行ったってなんかにこう、なんか縛られてる、はい、縛られてるって言い方も変だけど、うん、こう自分がやろうとしてることがついてくるわけ、はい、これ別にオフじゃねえじゃないかと思ったわけですよ、はい、っていうことは別にオフらなくていいんじゃない、オフることによってストレスを感じちゃうわけだからっていう、はい、うん、あ、どっかでリラックスしなきゃとかスイッチを作らなきゃって思った方がプレッシャーになったりするかもしれない。そうなんですよね。だから俺ずっとオンでいいやみたいな、うんうん、でそのオンの中でもやっぱりそのなんて言えば強い時と、はい、その弱い時と強弱っていうんですか、はい、そういうのは当然つけるべきなんじゃないかなって思ってて、うん、もっと言うとなんかね、こう気分が例えばね乗らなかったとしても、はい、なんかこう用意が準備ができてなかったとしても、はい、ライブは始まるんですよ、はい、始まってしまいますよね絶対に、うん、でそこでやっぱり自分自身が自分に求めるのは、うん、パーフェクトなものなんですよね、はい、でそれを何度も経験してきてるから、はい、うん、なんかあんまりスイッチっていう捨てちゃったって感じですかね。あ、かっこいいな。わかんない、わかんないよ、言ってからテレルチェさんがまたいい、わかんない、もういやもらいました、はい、もうね聞けないです。オンオフのスイッチは捨てたぜ by J。 まだ言ってた名言でオンになってないのかもしれないですからね。いや、これでオンじゃなかったらもう世の中の人誰もオンじゃなくなりますね。すごいですね。なるほど、いい質問ありがとうございました。ありがとうございます。そして東京にお住まいのラジオネーム桜虫さん、この方はパイロになって3ヶ月ということなんですけど、はい、嬉しいですね。その方もね、好きなお野菜は何ですか。かわいい、かわいい。またおすすめの食べ方をご教示くださいということなんです。当然皆さん嫌いなものはご存知だと思うんですよ。はい、はい、基本的にはでも俺野菜好きなんですよ。でもあれでしょ、ポテトサラダとかで入ってるやつでしょ。あ、でそうそう、サンドイッチとかたまにまだ入ってますよね。キムチとかもあったんですよ。だいぶなくなりましたけどね。はい、うん、そうなんですよ。きゅうりが食べれないんですけど、はい、ね、野菜結構好きなんですよ、はい、うん、特に好きなお野菜をついてますけど、お野菜お野菜もう特に好きなお野菜、これだけで十分です。いただきました。意味がわからない。私たちは共有してます。あ、そう、もうね、野菜名じゃなくてもうお野菜で、お野菜で、はい、ごちそうさまでした、はい。
これ3ヶ月になって、ね、ファンになって3ヶ月ですよ、はい、ついてこれるんでしょうか。もうファンクラブにも入って3ヶ月ファイルにもらえてるんで大丈夫です。もうついてきてください。そして埼玉県にお住まいのラジオネーム月菜さんですね、はい、20年間曲を作っていてスランプはありましたか、うん、スランプがあった時はどうしていましたかということなんです。当然ありましたね。なんかこう、うん、不思議なんですけど、うん、まあ、そうやってデモテープをこうやって作っていって、あ、来たと思って作ってるでしょ、はい、で何曲か作ってるんですよ、はい、で何日か経って聞き返すんですけど、うん、一番最初に書いた曲と最後の曲が一緒なんですよ、はい、でそれぐらい自分の中でなんか同じことがループしちゃってるっていう、うんうん、そういうのを聞いた時にあれって思ったりとか、うん、当然こう向かっても何も出てこない時もあるし、はい、うん、でもなんかそういう時はそういう時なんだなって思うことなのかなって、うんうん、ね、思うんですよね。なんかね、でもね、すごいね、勇気が出たことを言われたことがあって昔、はい、音楽っていうのは、はい、ある、まあ、知り合いの方なんですけど、はい、7つの音階とその半音しかねえんだから、なるほど、そう、はい、その中でみんななんかこういろいろ作ったり壊したりしてるだけの話でしょって、ドレファソラシドとそう、うん、そうそうしかない、シャープとフラットしてもっとしかない、そうだからもうその頭でっかちにならずに自分で感じたものをそのまま出して、で出すことに臆病にならないで、でそこでまたその修正を加えていけばいいんじゃないのみたいな、あ、自分だからダメだ、これはダメだ、あれだ、これはダメだみたいな風に、うん、閉じないでさっていう話かなっていう、はいはい、自分で囲いを作っちゃない、うん、リミッターをかけない、そうかけてらっしゃらないですもんね。なんかその感じはすっごいもう思いますけれども、じゃあまたちょっと柔らかい質問も、はい、埼玉県にお住まいのラジオネームチョビさんという方ですね、はい、この方はもう昔の時からずっと好きだったということなんですけれども、ゼイさんに質問、はい、最近お気に入りのポテトチップスの味は何ですか。なんかありますか。ね、リハーサルに、はい、持ってくんですよ僕。お、みんなにこうおすすめの味を。おすすめじゃないんですね。よくコンビニエンスストアとかに行くと、はい、たくさんあるじゃないですか、はい、めちゃめちゃたくさんありますね。あれはなどれが美味しいのかみんなで決めよう。あ、ゲーム勝負、勝負。ゲーム超えてましたね、うん、勝負ですね。でスタジオに持ってって、俺一人だとね食べきれないですから、はい、みんなでこうしてるだけなんですけど、やっぱり一番なんかシンプルなのが美味しいですよね。好みかな。うん、塩味みたいな、本当は元のやつがいいみたいな、ね、っていうかコンビニ入られるんですか、ジェイさん自身。行きますよ。それ別にすごいことになりません、みんな。こ、結構普段はなんですか、もう影消せないですよ。先に言っときますけど、ひょっとしたら影消してるって言うのかと思って、うん、あ、だから結構ジロジロ見られたりするんですかね。でも消せてないと、それは声かけてないだけだと思いますね。どうですか、ジェイさんだって思いながらだと思いますけれども、それから去年大阪でもインスタイベントでも司会をさせていただいたんですけど、同じ質問行こうと、東京都にお住まいの翔子さんなんですけど、ジェイさんに質問、どうしてジェイさんはそんなにかっこいいんですか。ヒュー。もう一回みんなでヒュー。いやでも否定しないで。違う違う違う、ごめんね、かっこいい人ってまだ他にたくさんいるから。そこがかっこいい。そう思うってことですね。かっこいいと思っててかっこ悪く見える人って、うん、自分だけがかっこいいと思ってる。あ、でも常にやっぱり でも思うのはかっこよくありたいなって思うようにしてる。うんうんうん、なんかだんだんどうでもよくなってきちゃうことってないですか、はいはいはい、うん、でもそれはやっぱりいかんなってすごい思う、はい、うん、いかんでしょう。いけないよね、なんかこうちょっとね、うん、
さっきの話じゃないけどコンビニ行くだけで、はい、ね、まあいいかみたいな格好でとかさ、はい、うん、ね、うん、そういうのをなんか自分で律していくというか、はい、でももっと言うとかっこよさっていうのは多分その内側だと思うんですよね、はい、じゃあそういう内側を持てる人間にはなりたいなと常に思ってます。はい、ということなんですよね。じゃあ続いてあのリクエストが一番ベストアルバムの中で多かった曲に当てたメッセージをご紹介したいと思うんですけれども、はい、京月さんはですね、辛いことがあって壊れてしまいそうになってもまた最初からと力強く歌ってくれたから好きです。それから高校生の頃救われました。それから一日のスタートにこの曲を聴かずに進めなかった時に寄り添ってくれましたというふうに書いてくれました。他にもたくさんいただきました。だから1位になったんだなという感じが、ね、はい、しますけれども、はい、それでは曲紹介の方よろしくお願いいたします。はい、じゃあ僕のベストアルバム WMF からこの曲を聴いてください。アクロスザナイト。聴いてもらいましたのはベストアルバム WMF からアクロスナイトでした。米編モザイクナイトフライデー JJ ションロックラインインタワーレコードオレジェイと仲間だかここをお送りしてきました。そろそろお別れの時間です。久々の公開録音いかがだったでしょうか。ねえ、すごい楽しかったですね。楽しかったですね。ねえ、みんなもなんかこうやってあラジオ番組ってできていくんだなーなんていうのを見てもらえて、なんかより一層この番組を愛してもらえたら嬉しいなと思ってるんですけども、はい、アドレスあんなにみんなで一致するなんていかに皆さんが熱く聞いていただいてるのかがよくわかりました。ここでお知らせです、はい、まずはスレーブが発足して25年、そしてメジャーデビュー25周年を迎えたルナシーの情報からお願いします。はい、The Anniversary 2017と題しましてですね、僕らの結成記念日ですね、5月29日、5月29日、今年月曜日なんですけども、うん、日本武道館でライブをやることが決定しております。チケットはですね4月の22日から一般発売です。すごいね、僕らも武道館でライブやるの楽しみにしてるんで、はい、ぜひ遊びに来てください。5月29日、はい、日本武道館でお会いしましょう。はい、そして続いては J さんのインフォメーションお願いします。はい、3月22日に、アニバーサリーベストアルバム WUMF がリリースされました。みんなからのリクエストで選ばれた曲と新曲を含めて31曲、うん、さらにアルバムプラス DVD もしくはブルーレイにはミュージックビデオ21曲が収録されています。はい、しかもスペシャルボックスも初回生産限定でリリースしています。ぜひこのアルバム今日一日ずっと話してますけどもチェックしてください。はい、さらにツアーも5月からスタートしますね。はい、そのアルバムを引き下げた、ツアーですね、5月5日大阪ビッグキャットを皮切りに全国12カ所を回ります。関東では5月14日日曜日柏パルーザ、そしてファイナルはですね6月25日日曜日東京 EX シアター六本木となります。そんな中柏パルーザはすでにソールドアウトなので、関東の方は6月25日 EX シアター六本木でお願いします。はい、チケットは絶賛発売中なんですが、もしかしたら売り切れちゃうかもしれないんで。そうですね、登録の日が発売日だったので。そうなんで、ぜひチェックしてみてください。そしてなんとなんと赤坂ブリッツも発表になりましたね。赤坂ブリッツスペシャル3ナイツ8月11日12日13日11はファンクラブ限定となっております。その他詳しいことは J さんのオフィシャルサイトやツイッターをご覧ください。さて来月はスタジオに戻ってお届けします。なんかちょっと寂しいですねみんなテーマはあなたが大事にしているアニバーサリー、はい、J さん20周年はもちろんなんですけれども、うん、誕生日だったり、はい、いろいろあると思うんです。記念日ね。そう、記念日があると思うので、はい、個人的にで結構ですが、あなたが大切にしている大事にしている記念日のことを教えてください。アドレスお願いいたします。はい、mozaik@bayhem.co.jp アルファベット小文字で MOZAIKU までお送りください。携帯サイトから送っていただく場合はベイヘムのトップページからモザイクナイトにアクセスしてください。皆さんからのメッセージリクエストお待ちしております。お待ちしております。ということでなんかタワーレコードからお別れするの名残惜しいです ね。でもなんかこうちょっと気合い入りましたね、うん、ものすごいテンション高くなってる、ね、またこれでまたこうこれから突っ走れますね。はい、はい、本当に4月新しい季節が始まって、ね、10周年迎えましたけれども、これからも引き続きよろしくお願いいたします。米編モザイクナイトフライデー JJ ションロックライン、次回は5月12日金曜日にお会いしましょう。お相手は J と中村孝子でした。バイバイ。